どうも、ヌヌです。戦国無双法2ですね、進めていきます。無双演武の前回ですね、こちらの絆の章をクリアしましたので、今回は反逆の章に進みます。天下の大悪党、ここに見参。彼は魔王に一人背いた。無謀極まる反逆の数々。そこに仕掛けられた巧妙な罠。運命を奪うためなら手段を選ばず。松永久秀の悪がここに炸裂する。反逆の章。というわけで、こちらの6条合戦ですかね。いきます。優しいモードで。天下の将軍たる世をなき者にせんとは、松永久秀、この大悪党めが。愚かなる策で剣豪将軍たる世を打てると思うたか。世は天下無双の剣の使い手。誰も世と戦って打って取ることなど。天下の運命は我が輩の手の内にある。もう天を手中に収めたつもりか。信長、我が輩をさっさと殺せ。お主にも、お主が作る未来にも興味はない。我が輩の描く未来、何人たりとも触れさせん。許す。ウヌの未来は信長の手中にある。後悔することになるぞ。我が輩の運命は我が輩だけのものだ。なら楽しみだ。室町幕府将軍足利義輝を殺害し、天下の運命を手に入れようとした大悪党、松永久秀。彼は織田信長の軍勢に包囲され、その傘下に下ったが、天下の運命を諦めてはいなかった。信長が京より本国美濃に戻るや否や、かつて信長に敗れた小姓将らを京に引き込む。京本国寺には信長が担いだ新将軍足利義昭がいた。久秀は義昭を危機に陥れ、京の織田軍を翻弄せんとする。だが信長の妹お市とその夫浅井長政が織田軍の援軍に駆けつけてしまう。久秀はまだ織田に勝機があることを警戒、信長に忠義面をしながら小姓将らを迎撃した。反逆の章、六条合戦。はい、というわけで、松永久秀ですね。特殊技タイプ
これで連れていくの誰にしようかな。ちょ、よろず屋でちょっと見てみますね。いらっしゃいませ。珍しい品を入荷しています。あー、珍しい品入荷してんのはいいんですが、お金がないんですね。松永久秀のタイプは、あ、こういう円状の形。達人が発動しやすくなる。まあ、これぐらい取っときますかね。あ、ちょっとキャラクター使ってみないとわかんないんで、育成しにくいっていうのがあるんですが、ちょっとこのまま行ってみます。連れていくのは光秀にしようかな。戦なき地平見るために。とりあえず馬はこの速度16のやつを乗っけて、で行きたいと思います。敵が多いですね。お、雪が積もってる。雪が降ってる。こういったちょっと変わった形の、撃破して配送阻止。使いにくい感じですね。門が閉じました。光秀さん動かないですね。任意になってんだけどな。こっち向かってもらえますかね。閉じ込められた。あの女もなかなかやる。攻撃力は高い感じですね。なんか兵がいい、変なやつがいましたね。光秀さんに代わってみたいと思います。これは光秀さんの方が使いやすそうですね。
それがしも続くぞ。押して参る。門守頭、門守備頭。味方武将を救援のため門守頭を撃破せよ。方針設定でこちらに移動させます。箱がありますね。あ、武器でした。あ、侵入阻止できなかったんですね。さて、美女さんのためもう一働きしに行くぜ。人のためならどこまでもってね。サイガマゴイチ、華麗に参上。さて、ヨシアキの頭、ズドンと行くぜ。よし。危機を出したばかりだというのに、サイカ州の大軍勢に襲われるとは。そうですね。大丈夫さ。まだ兵たちの気力は尽きていない。旗持ち兵を倒して。石川五右衛門の工作地点到達を阻止せよ。ちょうど石川五右衛門が目の前にいるので、赤門が落ちてます。また増援か。もう孫一こっちにいたのか。魔王降臨。父に救う海を知ろう。撃て。倒しに行けと。この程度で信長に歯向かうなど少子。よし、孫一終わった。次はこちらですね。てか無双乱舞が使いにくいんですね。よし。ちょっと方針設定で。この辺にいてもらえますかね。
なんとなく門が開きそうな気がするんですよね。それか伏兵が出てくるかですけど。今こそ恨みを晴らす。狙いは織田信長の首、ただ一つ。開門。下がやっぱり開門になりましたね。よし。ちょうど光秀を社に向かわせていたので、このまま光秀で行きます。痛い痛い痛い。レベルアップ。よし、無事に突破できましたね。光秀は標準的な性能っていうんですかね、標準的な攻撃範囲をしてるし、通常攻撃も標準的な感じですよね。ここにいてもらいたいな。ご少将様、すみません。開門。やはりあちら側が開きましたね。退却地に到達を阻止せよ。更新設定でこれに向かってもらいましょう。無双ゲージを稼いで武将を一気に追い込みます。心を切るためにあるのです。よし、ここは終わりましたね。そのまともな働きに報われればよいが、まったくおせっかいだな、お主ら。退職同行であろうね。盟友の危機を見捨てては真理に戻る。鬱陶しいほどまっすぐだ。だがそこは御愁傷様。パチパチパチ、敵ながら拍手。なんで下に向かおうとしてんだろう。ここに行かせよ。開門。門が開きましたね。今すぐ救援に向かおう。この爪将頭は倒します。いつまでとぼけてるつもり。悪党さん、どうぞ我が輩に抱きつけられたとさらくがいい。だが賢いお主はわめいたりはしない。それは時期を伺っておるからよ。さあ、何のことかしら。わかんない。よし。兄上の登場によって
戦局が変わり、我らは義明様を守りきることができた。え、全ては信長様のおかげです。信長のおかげ？つまらん。信長の取り巻きは実につまらん。ちょっと入られちゃったんですよね。まだ発生しなかったミッションが2つあったんですね。混合か、まあ、使っていきますかね。間違い、信長は我が輩が小少将を焚きつけたことを見抜いておる。その上で我が輩を許そうとしている。そんなことは許さん。ならば我が輩は奴を撃つ。今回の変を受け、本国寺は解体されるそうな。ならば灰寺になる前に利用させてもらおう。この釣り金の根元に切れ込みを入れてった。これでよし。2回叩けば金は落ちる。我が輩は彼の下に立ち、信長に1回金を叩かせる。そこで我が輩はこう言うのだ。おお、なんと無価値な音色。信長様もぜひこちらでお聞きください。とな。信長が金の下に来たら、我が輩は金を鳴らす。これで信長は金の中、一生暗闇。ああ、怖い。今宵は良い月ですな。この寺の鐘の音はこんな趣に合う音色を奏でるそうで、信長様、叩いてみてくだされ。我が輩がまず鐘の音色を試しに聞いてみましょう。ああ、なんと無価値な音色。信長様もぜひこちらで。良き音色か。ならばもう一度聞かせてやろう、ズム。あ、そんな、あ、ダメ。あ、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 久秀、この信長をたばかりほふらんとしたか。許す。はい、というわけで、今回はここまでにしたいと思います。次回はこちらですね、金ヶ崎撤退戦をやりたいと思います。それではご視聴いただきましてありがとうございました。